どうだです。お久しぶりです。久しぶりの高堀チャンネル。ブレイキングダウン17回。12です。試合です。ライト級トーナメント1回戦。これで次準決か。ヒルトラ選手に1回戦でやるんで、あとしっかり勝って。今回、今まででないほど練習しとったよ。今回練習してきた。本当にしてたよ。ちょっとオーディションで動けてなさすぎて。そう、言うたから。言うな。いろいろ言われてんの。言うな。ちゃんぽちゃんぽ。体型が。懐かしいな、この。今回しっかり基礎体力から鍛え直してきたんで、まあ、今回自信ありますね。現役、ちょっと戻りだ。いや、それはちょっと程遠いけど。感覚とか。だいぶ動ける体を作ってきたんで、自信あります。すごいな、これ。53.5 で試合取ったやんか。今回71やん。現役の時で考えたら70。もう子供1人分ぐらい。そうやろ。そうやろ。子供の大きさにもよるやん。うちの子供1人分ぐらい。そう、そうやろ。70キロの相手と戦うとかも想像も。スーパーウルトラだ。でも俺やっとったから。子供もその感じで。あ、そうやな。まあ、そうそう、それからでも絡んでるから。そうやろ。すごいよ。今日は今回期待できた。やばいっす。今回しっかり勝って。これでバッチリ倒してインパクト出さないから。次。おお、山本ってなってほしい。そうなるように。ゴイゴイする。今でも。キャリア。キャリア。一番上は持ってるから。もともとプロキャリア。ではしっかり勝って準決勝に駒を進めたいと思います。また後ほど。アンコーナーです。ボクシングのチャンピオンになったのは俺の高みだけやから。